航空ハリケーンという飛行機は非常にスピードの、速い飛行機だなというふうに思いましたし、向こうではゼロ戦というものの性能を研究してたんじゃないかなというふうに後で思いました。というのはね、我々できれば友井戦といって、こう格闘戦に入ってもらいたいわけです。そうすると非常に、撃ち落としやすいわけですよね。ところが彼らはその格闘戦を避けて、我々の後を追従するとスーッと逃げるんですよね。逃げるっていうか、死体していくわけです。それを追っかけていくと、ずんで離されちゃう。そしていつの間にか向こうの機銃陣地とか攻殻砲陣地の方へ誘導されちゃうんですから、もう弾幕で取りまくられるというような形で、この時私は共同撃墜も入れまして、4機撃墜をしたわけです。そうしたところが、私の前へややハリケーンよりも一回り大きな飛行機が出てきた。これは何だろうと思ってよく見たところが フルマーという複座戦闘機だったんですね。これを私はこれなら早く落とせると思ってやったんですが、彼はなかなかその技術が優秀で、私が狙って撃ってもなかなか落ちないんですよね。というので、今度はイギリス行って彼と会った時にその話をしたところが、私は彼がベテランですごいその飛行機を滑らして、私を射撃を命中させないようにしたなと思って聞いたら、そうじゃなくて、私の撃った弾が操縦装置当たっちゃったんだそうで、舵が効かなくなっちゃった。だから頭はこっち向いてるけども、実際は飛行機が滑ってた。それで、帰って命拾いをしたと。で、田んぼの中へ不時着して、どうやら助かったという話をしました。まあ笑い話になりましたがね。